リトアイが世界を救うテイルズ・オブ・ファンタジア実況プレイ、私実況者のキョンと申します。今回ですね、やり残したサブイベントの方をね片付けていきたいと思いますね。じゃあね引き続きやっていきたいと思います。ギースショップ、ここはドワーフの猫ギースの技術を受け継いだ鍛冶屋兼お店じゃよ。値段は安い上他の防具とは比較にならんほど精巧にできておる。買って損はないぞい。そうじゃ、お主らに金持ちになるコツを教えてやろう。アイテムの中に攻撃品という呼ばれるものがあるじゃろ。それは店によって売れる値段が違うアイテムなんじゃ。これを利用すれば金儲けができるぞい。ここですかね。いらっしゃい、メイコーギースの店へようこそ。まあここは以前利用したんですけどね、まあ結構いい武器が防具が売ってるんですよね。ありがとうお兄ちゃん。いらっしゃい、面白いアイテムがあるよ。おう、でコンボコマンドですけどね。装備すれば特技コマンドを入力できるように出せるようになるという。まあ、ちょっと面白いんで買ってみますか。はい、ありがとう。買ってくれたお礼に僕が大切にしている収集品をあげるよ。これはめったに手に入らない品物だからね。エルの貯蔵を手に入れました。コンボマスター証拠いました。おお。はい、称号ですね。これですか、コンボカウンターとコンボコマンドの2つを入手した証。よう、お前道具持ってないか。道具で彫刻作りたいんだ。その代わりに言ってなんだが、お前にいいものを作ってやるぜ。お、道具持ってるじゃねえか。どうだ、この話乗らねえか。まあ言いちゃうとちっ、さっさと帰りな。悪事冷たいですね。じゃあせっかくなんでね乗りましょう。はい、よし、商談成立だ。2時間ほど待っててくれ。先にお前たちの分を急いで作るからな。じいさん、ちょっと手伝ってくれよ。2時間後。アルバニスタで流行ってる最新のファッションといえば、やっぱり。よくしゃべるな。私は退屈で死にそうだよ。できたぞ。お待たせ。象牙といえばジャンパイだ。お前の持ってきた材料から3個のジャンパイができたぞ。おお、すげえな、ジャンパイ手に入れました。また象牙を手に入れたら持ってきてくれよ。よし、行くとするか。おや、チェスターはどうしたんだ。外で待ってるって。じゃあまたね、サビーちゃん。うん、またね、お姉ちゃん。ジャンパイ。魔造業材料原料に魔職人が作った魔道具、特殊な魔力があるとか。おお、エルの彫像、ご心情の心臓の一つ、ラブの彫像。はい、さっきと同じですね、コンボコマンド。本当だ、外れてる。やっと終わったのか。待ちくたびれしまったぜ。結構かかるんですね。やり残したっていうか、やってないのイベントがあるんですけどね、ちょっと見て覗きに行きましょうか。ここなんですけどね、次は。未来でもね、このレースをやってるんですよね。また参加してみない？これはまあ、過去で出した記録ですね。はい。よっ、一勝負する。
あの子すごく足速いよ。勝てる人いるのかな。第14回アルバニスタ記念レース大会、さあ君もレースで素晴らしい勝利をもらおう。挑戦するかい。はい、俺が走るぜ。頑張れよ。よし、説明機会、まあ家ですね。それでは位置をついて、位置について、これが難易度高いですよね。未来になると急にめちゃくちゃ速いっすよこれ。シャレになるほど速いっすからねこれ。全然見えねえ。これ結構障害物を引っかかりやすいからね、走ってる時って。速い速い速い。これ意外となんか障害物が引っかかりやすいよな。全然速い。もうちょっとしたミスが命取りですねこのゲーム。早すぎ、残念だったね。また挑戦してくれよ。これぐらい速いんですよね。15回か、速いな。まあせっかくあるんでね、もう一回挑戦してみましょうか。はい、はい、早すぎだ。早っ。ほんまちょっとしたミスがね、操作ミスになるんでね。まあ難易度が跳ね上がってますからねこれ。ダッシュの速さが、しかも極度がなんかなぜかリッチレーサーになってるという。もうレースじゃねえ、レースというか車じゃん完全に。めげつなく走速いからね。もういらっしゃいませ。チャンネルを選んでください。じゃあゲームでもいきますか。ゲームおすすめ、グルービーアーチェ。このゲームは横シューティングのスクロールシューティングゲームで、横向きでアーチェを操作します。はい、丸ボタンで前方に、×ボタンで後方に攻撃することができます。また丸×のボタン同時押しで上下攻撃が可能です。でゲージが緑になってると近くに一定時間無限になる特殊攻撃を使います。はい、そういうことですね。あ、 R2 で途中中だ。じゃあゲームやりましょうか。やってみればわかるんで。これボタンずっと押しっぱなしでもいいんですよね。当たりに行くな。当たりに行くよ。結構これ慣れてないと結構あれだな。慣れてないと結構難しいなこれ。当たりまくってるんですけどね。結構慣れてないと結構このゲーム難しいな。久々にやるとなぜか慣れねえな。
ゲームなんか苦手なんだよな。全然ダメだな。むずいな。一回やろう。回避が難しいのかな。すごいなんか字幕が結構字幕がうざいんだよな。今日のこっちじゃねえかよ、これ。ちょっとこれ、押しっぱなしボタン出るのいいんだけどね。あるな。なんかコツなんのかな。ね。相変わらず下手だな。わざわざ食らいに行ってるし。ダメだな。全然ダメだな。受けきれねえ。むずいな。とにかくむずい。まあミニゲーム系がやたらとむずいからな。じゃあね、ちょっと早いですけど、今回の授業はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。